すべくしよう。まだ戦う意志があるのか分からせてやろう。勝てるつもりで戦いを挑む。心を持つがゆえに勝たなきゃいけねえから戦ってんだ。よく見ておけ。お前が希望を託した。やめてー。無駄だ。奴の命をつなぐことはできん。黒崎くん、無駄だ。お前は黒崎一護の仲間の中で冷静さ。君と戦う余裕がある。黒崎くん、距離を取っての攻撃ではあの翼に全て弾かれて、井上さんが黒崎を治療できる時間を稼ぐ。気があるはずだ。その程度が限界か。この腕か。どうしよう。黒崎くんなら大丈夫だと感じて目を背けてた。どうしよう。心配ないよ井上さんは。黒崎を頼む。どうしよう。どうしたらいいか。何を。黒崎くん、助けて。呼んでる。立て立て。俺が守る。生きているはずがない。その姿は何だ。井上さん、聞こえないのか。それもセロオスキラス。人間ごときがセロを放つなど舐めるな。攻撃性能じゃない、再生だ。いくらお前の攻撃能力が高まろう、この俺を倒すことなど不可能だ。こいつを近くで撃ちたくは。外したか。なんだと。ソニードだ。舐めるな。
捕虜化した人間などにやられるとはな。容赦はなしか。捕虜らしいことだ。構わん、やれ。ハルディレクト、さすがに理解しました。私の触手は限りなく成長し、自ら作り出した兵士たち。おいルキア、拉致が開かねえぞ。凍った兵を砕いて奴に一撃を与え、お前はザビマルで奴にとどめを刺せ。白露、茶で悲願って、一つ逮捕。今の連携はなかなか見事でしたよ。だがそれは間違いです。無限に兵を生み出す私には、ここまで戦ったあなた方に力で抹殺してあげましょう。貴様のようだな。それを産む枝ごと凍りつかせてしまえば。そう。何？こいつはヤニ。室内隊長の言ってたエスパーだか。こいつと戦った倍は大きさが違う感じだ。許されんぞ、ぶっ殺してやる。今度は何だよ。イチゴ、黒崎、もう決着はついた。聞こえないのか黒崎。それをしたらお前は人間じゃなくなる。私のせいだ。私を助けようとして黒崎くんを守りたくて、どうして私は黒崎くんに頼っちゃったんだろう。黒崎くん、奴が吹き飛ばした内臓まで戻ることはない。今の一撃で終わらなければ。穴が塞がった。再生か。俺は穴を開けられたはずじゃなかったのか。黒崎くん、いした、目が覚めたか。しぶとい奴だウルキオラ。勝負をつけるぞ。ここまでか。殺せ。歩く力も残ってはいない。こんな勝ち方があるかよ。思いと